こんにちは、タホです。今回は現在ノリに乗っているキャバクラ通いのヤーマンと、同じくノリに乗っているアンポルキアの因縁や芦沢流星とジョリーの因縁などをまとめました。ではどうぞ。遡ること約1年前の2023年9月、ヤーマンは動画を投稿。サムネイルはアンポは少しずれているというもので、タイトルはヤーマンがライジン44の感想を語り、アンポルキアに一言物申すというもの。この時はライジン44でアンポルキア選手と宇佐美翔パトリック選手の対戦後です。視聴者からアンポと試合してというリクエストに、アンポと試合ね、なんかまあでも外れてるよね。結構格闘家としては強いのかもしれないけど、なんか暴言でイエローカードってなんやねん、笑っちゃうよね。口喧嘩じゃないし腕っぷし強い方が正義じゃん。それで暴言って拳で決めろって感じと苦言を呈しました。暴言でイエローカードとは、宇佐美戦でアンポ選手のセコンドがレフェリーに暴言を吐いたとして、アンポ選手にイエローカードが出された件ですが、ヤーマンはアンポ選手が暴言を吐いたと勘違いしています。するとアンポルキア、お前は俺より腕っぷしが強いってことか、どついて顔かっこよくしたろか。アンサーよこせ。ごめん、今キャバ嬢と同伴中だから返信はまた改めてでいいかな。同伴楽しんでブサイク。その後オープンフィンガーグローブマッチでヤーマン VS 朝倉未来が決定し、アンポルキアはブレイキングダウンを批判している人たちって時代についてこれてない老害にしか見えへん。あとは嫉妬している人とうまいこと乗っかろうとしている平本以外で批判している人はあんまり見たことない。まあ次に首を取りに行くとしたら朝倉未来かな。ヤーマンとオープンフィンガーグローブで遊べるなら俺ともできるやろと朝倉未来に対戦要求。お前イカれてんな。そして朝倉未来はヤーマンに1ラウンド KO 負けし、朝倉未来一気に興味なくなったわ。てかヤーマンやるやん、オープンフィンガーで俺とやろかと投稿すると、アンポルキア大炎上。朝倉未来さんには世話になったのにとか恩知らずとかうるさいねん。対戦相手として考えたとき、弱い選手に興味なくなったって強い選手に興味あるって格闘家として当たり前ちゃうんか。そこに恩がどうとか関係ないから。すると平本蓮、都合のいい時に頼って都合の悪い時は裏切る、そんなアンポみたいなクソカスみたいな生き方だけは絶対しないように生きるわ。普段から誹謗中傷のようなことしてるお前がどの立場で言っとんねん。メンヘラ復活したの？アンチコメント来すぎて自分が誰かわからんくなってきた。アンポルキアを調べて客観的に見てみて、これはもう SNS 引退ですね。と朝倉未来のセリフをサンプリングし、火に油を注ぎさらに炎上します。人間引退してるよお前は。そして動画を公開し、本心を言えば負けてほしくなかった、絶対に勝ってほしかった理由がある、それは俺がやりたかったから。でも今はヤーマンとやりたいと思ってるからな。もちろんオープンフィンガーグローブで全然いい。朝倉未来選手と70キロでやっているから、俺も70キロで試合してるし。と再びヤーマンに対戦要求。そして X で、おいヤーマン、朝倉未来に勝ってこれからは俺の時代ですとか言ってたけど、全然お前の時代になってへんな。そもそも謎の団体作って変な煽りしてなかったら、未来さんはあんなことにはなってなかった。そして俺も叩かれてなかった。誰も得せん試合をお前が作り上げた。お前なかなか面白い試合するけど、パンチ振り回すことしか知らんから、俺がキックボクシングってものを教えたるわ。路上の伝説を倒したライズのチャンピオンが逃げるわけないよな。ライジン大晦日オープンフィンガーキックルール、アンポルキア対ヤーマン、ここ試合決定で。と再三にわたり対戦要求。大事なことだからもう一回言う。そして俺も叩かれてなかった。ヤーマンはインタビューを受け、実績よりも面白い試合をする選手と試合をしたい、アンポの試合が面白いかというと面白くないと思うと煽ります。アンポルキアは、面白い試合の仕方教えてよ。年末は MMA、 そんなに俺とやりたいなら来年ファイトクラブで待ってるよ。年末 MMA ならええわ、かっこええアンサー、来年やろうな。と潔いアンポルキアは、平本蓮と榊原社長と一緒にお酒を飲み、ノリで大晦日 MMA デビューすることになります。そしてヤーマンは大晦日に平本蓮との MMA マッチが決定。平本とヤーマンのフェイスオフ、バチバチすぎて子供に戻ってもたわ。あ、俺毎日子供やったわと可愛い感想を投稿。そのヤーマンは平本蓮の強烈な SNS 攻撃を受け、さらに私生活でもいろいろあったらしく、闇インスタライブをし、ヤーマンとなります。この3年間結構頑張ってきた、疲れたよね。試合終わったらちょっと当分休もうかな。今物欲も性欲もない、いつ死んでもいいや、誰か殺してくれ。何のために頑張るんだろう、戦争とかやってる最前線に立ってみたい。この試合終わったら戦争の最前線に行こうと思う、ソマリアでも行こうかな。するとアンポルキア、義理人情モード発動。ヤーマン大丈夫か、世間が全て敵に見える時の心の保ち方は、お前よりもたくさん嫌われてきた俺はなんとなくわかるから気軽に連絡くれよ。そして大晦日、アンポ選手は久保優太選手に一本負け、ヤーマンは平本蓮に判定負けでした。そしてしばらくして JTT のコーチに原口健と山崎秀明に続き、打撃クラスにアンポルキアが加わることがアナウンスされると、原口選手、え、そうなの、もしかして嫌なの、
嫌とかではないですけど、よくはないですかね。まあただコーチなんで JTT メンバーが強くなるように頑張りましょう。お前めめしそうやな、何がどう良くないと不穏な空気になるとヤーマンが参戦。三日月で泣かされるからやめとけ。黙れお前、泣かしたのかと二人相手にレスバするアンポルキア。そして動画でアンサー。原口お前誕生日らしいやん、おめでとう。でもなお前な、めめし言いたことあるんだ、はっきり言うで。良くないって何が良くないん。ほんでお前ヤーマン、原口に三日月で泣かされるってお前どういうこと。俺の方が強いから、試合したらわかるから、お前ら二人ともまとめてやったのか。かかってこいよアホが。あとヤーマンね。そしてブレイキングダウンでスダリオ強し選手に勝利した後は、元 UFC ミドル級王者のショーン・ストリックランドが旅行で来日し、スパーの相手をするとストリックランドに気に入られ、アンチは手のひらを返して大絶賛。さらに鈴木千尋選手が怪我でスーパーライジン3を欠場し、アンポルキアがマニーパッキャオ戦の代打で参戦が決まります。一方のヤーマンはスーパーライジン3で鈴木弘明選手と対戦が決定。ライジンコンフェッションズでヤーマンは、格闘技は最初は稼ぐ手段だったけど、今は誰かのためにお金を使いたいと話し、キャバクラに通い、キャバ嬢のニジホさんのためにお金を使っていると話し、そのニジホさんは一度も試合を見に来てくれないことを明かし、スーパーライジン3のチケットをニジホさんに渡し、行けたら行くわ的なことを言われ、ヤーマン劇場は繰り広げられ、これが大好評でした。ちなみに、ニースグル選手の来校に出演した女性もニジホさんと同じファブリックというキャバクラに勤めている方です。月に何百万払っても遊べないヤーマンと、個人的な友人関係のニースグル選手、同じフェザー級のストライカーとグラップラー、ここ試合決定でしょうか。そしてスーパーライジン3当日、ジョリーは、昨日ニジホと飲んだぞ、いいやろ格闘家と謎の自慢。アンポルキア選手はマニーパッキャオ相手に最高のパフォーマンスを見せ、判定なしの試合でしたが、実質勝ちのような内容でした。そしてヤーマンの試合では、観戦に来ていたニジホさんがモニターに映し出されると会場は大盛り上がり、試合はヤーマンの KO 勝利。試合後マイクを持つと、僕みたいな凡人でも大きな舞台に立てました、皆さんも諦めないでください、僕も諦めずに店に通いますと話し、試合後に X でニジホさんとやり取り。1ラウンド KO、 愛の力で戦いました。久々に心臓バクバクした、おめでとう、見に来てくれてありがとう。インスタではヤーマンおめでとう、最高だった、祝勝会よろしくお願いします。祝勝会は自分で開かないとダメなんですね。平本蓮はヤーマンの写真を添付し、もうこれヤーマン超えてザビエルやん。俺は着々と神に近づいている、俺の言葉は神の言葉だと思って聞いてくれ、アーメン。仲良しですね。そしてヤーマンはキャバクラ行き、手作りケーキありがとう、1本で5分いてくれるから今日は3時間で40分もいてくれたと言って、お会計は160万円。翌日、こんだけ使ってるのにアフターにも来ないとか何なのマジで、席にも3時間で20分しかつかないし一人で帰宅。お会計145万円と楽しそうにヤーマン劇場を展開していると、もうやめなさいと鋭いツッコミ。おそらくヤーマン劇場を見ている人の 40% ぐらいはネタをすりすぎてヘキヘキし始めていたのではないでしょうか。その頃アンポルキアは新車のキャデラックエスカレードを購入。ラッパーアンポルキアにふさわしい車ですね。そのうちキャンピングカーにカスタムしてほしいです。そして、試合後のオフの過ごし方が人によって違いすぎておもろいよな。一番おもろいのはヤーマン、試合後キャバクラで経済回して盛り上げてておもろい、俺は船遊びしてたらイルカと遭遇なう。さらに、キャバ嬢は疑似恋愛、俺は女性から逆シャンパン、ごめんなヤーマン、これが俺とお前の差や。ありがとう。なんで言ってくれたの。顔がかっこいいから。顔がかっこいいから。ヤーマン、これが俺とお前の差よと絶好調のアンポルキア。好き、先行投資されてるだけやろ、調子乗んな、泣かすぞ、ジョニーとアンポマジで嫌いだわ。一般の方が、ヤーマン見苦しいよ、ニジホさんからの先行投資あったの、これは負けだな。すると、プレゼントもらったしと靴下をもらったようです。するとジョリーは、俺はどちらかというとお前側やろヤーマン、俺はキャバ嬢目の前に悔しい思いしかしてきてねえよ。それとも、あ、こないだの俺とニジホとのことでまだ怒ってる感じ。そっかそっか、にしてもニジホは可愛いよな。ヤーマンはシャンパン、アンポルキはキッチョム。俺はキャバクラに酒を飲みに行ってるんじゃない、金を払いに行ってるんだよ、ジョニーと宅飲みでもしとけ。あれ、ニジホちゃん、ヤーマンと飲んでる時より俺と飲んでる時の方が楽しそうじゃない。一方、平本蓮は元六本木ナンバーワンキャバ嬢の奥さんと両親と食事をし、高みの見物。ヤーマン、なんかごめん。おい、ヤーマン、ルキア、俺レベルになるとホストからシャンパンが出る。男に惚れられる男が本物や。ありがとうございます。
と、夜の男の世界自慢を3人でします。底辺にはよくわからない世界です。はい、ヤーマンはホストなんて絶対に行かない。前に指名してたキャバ嬢が生活厳しいからお金貸してって毎月20万ぐらい貸してたら全部ホストに使ってたからな。ヤーマン、キャバ嬢、ホスト、平本だから、そのシャンパンは俺からのシャンパンでもあることを忘れるな。ヤーマン劇場の食物連鎖の頂点は平本蓮だそうです。アデランスに寄付しておきます。そして再三にわたる弟の失踪で昇進中のアンプルキアは、弟のことでやけ酒になる。男からも女からもモテるのは俺ら格闘家やん。ルキア君、会計10万でも女の子5人来たらしいよ。平本蓮はオリコンの取材を受け、スーパーライジン3の試合などについてを真剣に語った後、ヤーマンの二次補散ネタについて聞かれ、どうなんですかねあれ、せっかくスーパーライジン3という大舞台だったのに、ヤーマンより二次補ってこの売名に付き合ってるだけじゃないですか。多分モテないってブランディングでやってて、ああいうやりとりも全部ネタだと思うんですけど、新鮮な場でネタを引っ張りすぎだし、最初の煽り V ぐらいでいいのに、試合後もずっとあれだから、バズってるからヤーマンも感触がいいと思ってやってるんだろうけど、いいねの数とかインプレッションが多かったとしても、それがずっと続いていくお前のストーリーには絶対にプラスじゃないから。ヤーマンには目先のアクセスをすぐに取ろうとするなって伝えたいです。面白いストーリーを作るなら寝かす時間が必要だから。何でもすぐに手に入れようとしちゃダメなのに、ヤーマンはすぐその場でできるものをやっちゃうから面白いものが作れない。ファイトクラブの発表の2週間くらい前に急に朝倉未来と喧嘩してみたり、大事なのは時間だから焦っちゃダメなんです。時間が経てば経つほど人は認知していくので、すぐに出したらもったいないですね。周りの大人が言ってあげたらいいのに。と、鋭すぎる刃で切りつけました。過去に X のボイスでも。おい、ヤーマン。お前のキャバクラネタもな、底辺から来たネタもな、全部中身がねえんだよ。な？お前ネットとかツイッターで書いてある情報しか言わずによ。お前たかがスポンサーの枝だろ？なあ。お前にな、キャバクラなんか語られたくねえんだよ、お前。こっちとらな、お前。バカがブスが。なあ。あのな、お前はな、まず冒涜してる。キャバクラ嬢の皆さんを。お前、アフターメインで考えてるブスがどこにいんだよってか、いるけどよ、お前みたいなやつで誰がお前女いけんだよ、バカが。絶対行かねえし、もし俺の娘がお前みたいな顔の彼氏出てきたら俺切れるね。お前、お前、本当にな、至急からやり直せ、バカが。平本蓮は格闘技とアパレル以外にも、占い師や SNS コンサルティングという才能はあるようです。この撮影の後にご飯誘ったら普通に断られた。俺は148秒で何千万と稼ぐ。撮影は3時間。ただ、この3時間は何千万以上の価値のある時間だった。だそうです。元 K1 やキックボクシング出身勢が大躍進中。続いて、芦沢流星とジョリーの因縁です。芦沢流星はインスタライブを行います。俺に喧嘩売ったんだったらお前、できないとか言えねえな、ザコが。てか、お前俺に喧嘩売ってんの多分来日事務所早く行ってこいよ、バカ。なあ。まあ、YouTube のお前ペラペラ喋ってな、お前それでお前喧嘩売れるってお前ガキじゃねえんだから、ああライジン事務所行けよ。俺喧嘩売ってんだったらライジン事務所行ってこいよ、ザコが。おい、できんのか俺と春日。おい、できねえだろなあ。アマチュアファイターがなんで俺とできんだよ。おい、とジョリーに対戦要求。ジョリーは、フィリピンから帰るまでに日本で餌巻いてたら足沢釣れた、脂乗ってて美味しそうと挑発。アンプルキアも、もうこうなった時点でジョリーの勝ち。変なキャラやけど実はちゃんと強いところをライジンでも証明してやれよ。そして横から伊原良太郎が乱入し、本当だ、美味しそう、俺も食べたいと芦沢流星に対戦要求。さらにブレイキングダウン参戦が決まった木村実選手にも対戦要求。木村ステロイダー実、普通にやりたいんだけど、俺と決まったら試合の日までメンタル持たなくてまた使いそうだけど。自殺願望でもあるんでしょうか。足沢9月に対戦依頼してきてるんやけど、俺が怪我してて受けられないの分かった上で言ってんのかな。それならダサすぎんか。しかもお前、俺は格闘家だからお前違うんだよって言った後にストリートでやろうはさすがに臭いわ。今杖ついて歩くレベルやから年末やろうよ、ナマズくん。すると一般の方々は、ジョリーマジきつすぎだろ。前からきついと思ってたけどここまでとは思わなかったわ。あいつのやってることって要するにお前のことはバカにして喧嘩売るけど俺は怪我してるから待っててねってことでしょ。せっかく足沢側からやろうって言ってくれたのにそれすら不意にするとか頭悪すぎどころじゃないわ。いや逃げんな、都合よく大晦日狙うな。ここの二人いつか試合が決まるのでしょうか。
続いて K1 の大久保瑠衣選手がブレイキングダウン勢に絡まれます。大久保瑠衣とは現在19歳、 K1 のスーパーバンタム級で9月29日に久村正史選手と対戦予定の高身長イケメンのスイーツ男子です。過去に X で甘いものってなんでこんなに美味しいのだろうと動画を投稿すると、ごめんシンプルにキモいよ、なんかお前勘違いしてねえかなどとアンチが湧いてくると、平本蓮が援護射撃。なんでこんな普通の動画が一部の格オタに炎上してるのかわかるか、格オタが基本ブスでキメえからだ。1年間毎日この投稿続けてたら絶対覚えられる、頑張れと K1 の先輩からのアドバイス。その後スーパーライジン3の前に合同練習し、オリコンニュースにもなり、平本蓮&大久保瑠衣、新旧狼くんが練習、共に7月の大一番に向けて共闘と取り上げられます。アンチは、雑魚集団やん、相変わらず平本蓮の弟はジョリーから逃げ続けてるんや。すると、雑魚じゃないよ、ろくに努力もしたことないのに叩くことに必死だなと反論。イケメンですね。そしてブレイキングダウンなんかじゃなくて9月本物の格闘技見に来てくださいと投稿すると、ブレイキングダウン勢がわらわらと寄ってきます。誰だこのクソガキは、ブレイキングダウンなめんなよ、お前も頑張ってると思うが俺らも頑張ってんだよ、ブレイキングダウンの連中より面白い試合しなよ、そんなこと言わずに切磋琢磨していきましょう。ところでガチスパってできたりしますか MMA で。本物とか勝手に名乗ってんじゃねえよ、何をもって本物なのか教えてくれる。会長とスパーリングするわ、 K1 なんかじゃなくて9月本物のエンタメ見に来てください。すると今度は K1 の義理人情の先輩アンポルキアが援護射撃。大久保瑠衣、それでこそプロ、俺もブレイキングダウン出たことある側の人間やけど全く不快じゃない、叩かれる覚悟で自分の試合を見てほしくて信念貫いたやろ、俺はこの子の試合見たくなったわ、頑張れ。ありがとうございます、試合頑張ります。逆にブレイキングダウンの連中は毎回1分しか戦ってないのに寄ってたかって二十歳そこらの子を袋叩きにすんな、ダサいからと強烈な二段蹴り。ルキアかっけえよと心強い元 K1 勢が加勢しました。大久保選手は厳格のインタビューを受け、安保選手の投稿はすごく嬉しかったと話し、 K1 選手は実力は一番とアピールするだけで注目を集めてはいない、この間のスーパーライジン3を見に行った時、大勢のお客さんからの注目を集めなくてはいけないなと感じて、自分の SNS で普段 K1 を見ていない人たちからも注目を集めたいなと思いましたと話しました。大久保瑠衣 VS 久村正史、注目の一戦です。今回の動画いかがでしたか。安保選手は最近好感度爆上げ中で、 YouTube の登録者も元に戻り70万人に届きそうです。皆さんチャンネル登録しましょう。ついでにタコの見解のチャンネル登録と通知音といいねとコメントと X のフォローと励ましの DM と友人知人家族におすすめをよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。